はいどうもピピンです。今日はですね、虹色ゴキブリの、ちょっとメンテナンスしていこうかなと思います。現状報告も兼ねてですね。はい、今ですね、クリアスライダーの、小さい方ですね。それで、飼育してます。手前にね、ここにこれメス、奥にオスがいますね。はい、でちょっと上の方を見てみましょう。どうしてもクリアスライダーはですね、気密性がちょっと高すぎてなんか群れ気味になるんで、自分のなんか穴開けちゃいました。こうやって穴開けちゃいました。はい、こんな感じで飼育してます。基本そんなに霧吹きはしないですね。で、餌入れ、これね、自分で作ったんですけど、こうやってね、ペットボトルの蓋があるじゃないですか。これをですね、こうやって、ニッパとかハサミを使って、このここだけにしたんですね。で、この取っ手があると、ピンセットとかでこうやって持つのが楽なんで、取っ手の一部残して餌入れにしてます。でまずですね、ここに餌をね入れて、まあ、人工飼料ですね。人工のまあ熱帯魚の餌を基本メインでやってます。であとはですね、昆虫ゼリーを水分補給目的ですね。これは一応信頼のプロゼリーを使ってますけれども、まあ、こんな感じで、ね、ここに入れときます。まあ、直接このまま置いてもいいけど、いいと思う。でもね、うち子供がいるんで、ベビーがいっぱいいるんで、ちっちゃいのが場所をねいっぱい置きたいんですよ、2箇所に。で実際ゴキブリ自体も小さいし食べきれないんで、すぐかびてしまうんでね、ちょっともったいないなと思って、これに入れてます。はい、それで古いのをまず取って入れ替えるだけですね。霧吹きは今回しなくていいかな。基本乾き気味でやってる感じですね、うちはね。はい、で、このね、ゴキブリさんはですね、上に登ります。これ上で遊んでるのがいるでしょ。ほら。ね。で、クリアスライダーだとね、やっぱね、蓋がスライドするんで、巻き込みが注意ですね。よく確認して。車の運転と同じで巻き込み注意なんで、これ天井にくっついてる時は厄介なんですね。オスがフィーバーしてる時はね、出てきてね、飛びますんでね、普通にパタパタ飛びますんでね、びっくりしました。初めて見たね。はい、ではまず古いのを取って、これね、よく見ないとね、ほら、ちっちゃいの出てきた。うわ、ちっちゃいの出てきちゃったな、いっぱい。ほらほら。ちっちゃいよ、まだ。でもね、光ってます。ちょっとね、このカメラ越しだと見にくいですけど、光ってます、ちゃんと。ピカピカに。ここにもいるな、これ外だね。ちょっと、まず、取っちゃいましょう。で、ここにもくっついてないか、ちゃんと確認して、ついてる。はい、プロゼリーよく食べるね。餌を入れ替えていきましょう。
まずゼリーを置いて、ゼリーを置いて、ゼリーは大人気ですね。で、人工飼料、配合飼料、はい、終了。せっかくなんで裏見ますか。このコルクバーグの裏、結構ね出てるんだよな。ほら、まだこれ羽化してないんじゃない。これ多分オスな気がするんだけど、うん、結構子供も大きくなってるよ。結構ねうろうろしてますね、いろんなとこにいる。はい、でですね、ちょっと大変だったんで、やっぱり炭酸カルシウムって呼ばれる粉をですね、塗っていこうと思います。塗り方はね、多分ググればすぐ出てくるんですけど、まず水でどのぐらい入れたらいいのか溶きます。これ水多すぎたかな、水多すぎた感がある。爬虫類のカルシウム剤ビタミン D 入りじゃないやつ、あれも炭酸カルシウムだと思うんだけど、この筆で。懐かしいな、なんかな、あ、この筆で混ぜればよかったな。いや、こんなにさ、綺麗に塗れないね。では、ちょっと塗るよ。いや、塗れないっしょ。と、割と塗れてる？やっぱり完全にあれだな、水の量が多すぎたんだな。次からちょっと調整しよう。汚い気がするけど、まあいいや、オッケーオッケー。握られるよりはマシです。脱走が一番。ダメですからね。 OK。 でちょっと乾くまで蓋開けときますか。 OK です。はい、では今日はこんなところで終了です。ちょっと短めの動画もこれからどんどん上げていきます。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。